自分が選んでこの場に立ってるんだっていう気持ちが強くて。自分が楽しむことでみんなが楽しんでもらえると思うんで、そこは意識してやってます。大学卒業してどこか自分で、やらされてる感っていうのも感じてたし、バスケ熱がすごい冷めてしまったんですね。そんな中で出会ったのがストリートバスケで、入ったストリートボールチームの名前がアンダードッグ。常に下克上を起こす挑戦者っていう意味で、試合で自分がゾーンに入った時は本当に自信の塊になって、誰がこれを止めるんだって気持ちにもなるし、試合に勝っても成功したとしても常に挑戦者でいろっていう言葉は胸に秘めてるっていうか、一番大事にしてる言葉ですね。